はい、こんにちは。こんにちは。はい、そう、畳み込み病が治らない、なかなか治らないんで今日やったのはこれですかね。これを一つ、それはい、そうですね、もう一本ぐらいやらないと、どうもこう震えが止まらないんで、止まらないね、禁断症状で、禁断症状で、もう一つやっていこうというふうに思ってて、ずっとね、心拍をずっとやってたんですけど、五葉松でもやっちゃおうと、なるほど、いうことで、先日立春防災おうちで購入してきた五葉松、はい、そうですね、まあ、発症がね、非常にいいんで、小さく作るには向いてるかなと、そうですね、いうことで、ちょっとやっていきたいなというふうに思ってますね。これが今日、ちょっと午前中、これすごい出来、あちこち割れるかなと思ったんですけど、破傷が近いんでビシッと閉まって、それぞれこうなんか棚っぽくね作っていったん でこれでまあ多少いけそうかなという感覚つかめたんで、うん、ちょっともう一本ね動画で紹介したいなということでやってみたいと思います、はい、この間延びした枝がね畳み込まれて、ね、今もう扇になるっていう、そうですね、今がどれくらいですかね、 16 ぐらいですかね、うん、同じような、まあ、高いやつはね22ぐらい22ですかね、ということで畳み込んでいくということですね。5センチはい、5センチですね。さっきのやつ何センチですか。7かな、7、これで7か、ちっちゃく見えますけどね、ね、これ以上ないってぐらいちっちゃいですけど、うん、てか御用でこういうのなかなかないんでね、うん、まあ、こんなようなやつができたらいいかなというふうに思います。ね、比較的割れてないですね、あの針金1本で。うん、で、Q さん前言ったんですけど、やっぱり針金2本の方が、うん、曲げやすいって、そうですね、単に強いだけじゃなくて、やっぱりその位置が多少ずれても折れないということで、うん、幅広の方がいいんじゃないかっていうのは、はい、確かに理屈としてあるかなっていう気がしますね。じゃあ、早速。どれやりますか、ね、どれやりますかね、ちょっとね、ちょっとやりづらいのがね、実はこれかなと思って、あ、これじゃない、螺旋の、あ、これこれこれ、これがこう螺旋になっちゃってるんですね、はい、一番やっぱりやってて気をつけなきゃいけないのが、同じような格好に繰り返すと、やっぱりよく見えないんで、うんうん、こっち行ったら、こう、例えば逆回りするとか、縦の曲げと横の曲げを合わせるとか、いうことで、これをあえてちょっと崩しながらですね、ちょっとやっていこうかなと。いうふうに思います。で、剪定なんですけど、最初からちょっと決めないでですね、明らかにいらないもの、例えばここで言うと、こういうね、やっぱり枝が分かれてるやつ、はい、3つぐらいありますよね、芽が、はい、こういうのは大事にしたいんですね。で、これも2つあるし、これもいくつもあって、ちょっとここが近い中ではいらないかなっていうんで、うん、まあ明らかにっていうと、普通だと逆にこれ短いんでね、取っときたいというのもあるんですけど、まあ、畳み込み流で言うとちょっといらないかなと。畳み込み流で、はぼみやさん流にしますか。切りますね。ここはね、ちょっと困るんで、4本あるんですね。一番いい枝はやっぱこれですよね、短い距離で。短くて枝分かれてますね。うん、ただ、芯としてはここに枝がたくさんあるんで、これは1個ちょっと取っちゃいますけど、はい、これは芽が弱すぎるんでってことですね。ここら辺はね、3本ここら辺集まった方が頭としては結構こうできそうかなっていう感じがあるんで、うん、ということで取っといて、まあここも3本ありますけど、とりあえず取っといて、針金を全部かけてですね、最後にいらない枝を抜くと、うん、まあできれば3本ぐらいに、1本抜いて3本ぐらいできればいいかなって気がしますけど、はい、とりあえずは取っときます全部、はい、じゃあ太い針金をかけていきましょう。 2.5mm ですね、はい、そろそろ、うん、畳み込みばっかじゃないかじゃないか、ね、っていうコメント来そうです。そうですよね、さすがに止まんないんだよ。もう本当は今日ね、 Q さんの動画も撮らずに自分のね、あと20パチだから、そうなんですよ、10パチぐらいあるんで、心拍と御用で、それをなんとか2月中に終わらせたかったんですけど、うん、どっち回りか、うん、まあやっぱり右回転しながらこういうところを注意して、ね、ちょっとやるようにしますね、はい、イメージはね、とりあえず第一のイメージ、今思ってるイメージって一つしかなくて、はい、ここを地面につけたいな、まずそこしかないです今の、うん、ここよりは少し前に出た位置でこの辺に入ってくれば、この辺ですかね、はい、入ってくればいいんで、まあ右回転でいいかなと。できるだけこれ深く入れた方がいいですね。畳み込みチャンネル、畳み込みチャンネル今ですよ、やるのはね、そう、はい、これが必要です。ラジオペンチ、ラジオペンチ、レディオペンチ、はい、おーってそのもんではないと思うけど、はい、でギュッとですね、隙間がないように、はいはい、これが一つ重要ですね。
あの紙1枚っていうのはいらなくて、やっぱり曲げた時にどうしても隙間ができる、そうすると割れるんで。コメントでなんか紙1枚でしょって ありました？あったんですけど、まあ、この方法は違うっていう。ああ、そうですね、そうですね。あ、そうそうそう、そういうコメントがあったんだったら余計ですね、うん、もう引っ張ってますこれギュッと。で、できるだけこういう近くを持った方が力が入る、はい、針金かけるときはこういうところ持つんだけど、レディオピベンチの場合はこういうところ、はい、近いところを持ってギュッとこの枝の下の方に入ってくるようにした方がいい。はい、した方がいいですね。ちょっとピッチが短くなっても今そうしました。あとはこういう曲げるところですね。曲げる角に、え、それが一番大事ですね。インパクよりも葉っぱが少ない分見やすいですね、うん、あ、なるほどね、うん、そうですよね。インパクよりわけわかんなかった。わけわかんないですもんね。撮ってて本当に何も何が映ってるかわかんなかったそうです。完成の小松見たらと、えってなりますよね。言ってもらえると、うん、あのサイズの模様木の小松ないですもんね。ないですもんね。もうちょっと太いのならあるけど。そうなんですよね。それをこの間延びした木で作る、この畳み込みましたけど、あんな綺麗にできなかったね。いやいや、腕が全然違う。いやいや、そうね、注文来たらどうしようあとか言って違うか。五葉松だからの注意点は何か。いや、まあ特にないですけどね。やっぱり葉っぱできるだけ触らない方がいいってことですね。傷んじゃうからですね。確かにこれかけやすいですよね、こっちの方が。あの心拍より、ただ、うん、あとシャリができてるところとか。ああ、そうですね、曲がんなかった。それはダメですね、うん、これね、4本あって、はい、本当はピッチから行くとね、ここに入ってくるんですよ、ここに、うん、なんだけど、そうするとこの3本をかけるのがかけづらいんで、ここわざとあえてこう真ん中入れます。そうすると、うん、もう少しかけやすくなると思うんで、ピッチも短くなるんですけど、ここは、はい、間に入れて、はいはいはい、とりあえずじゃあもう1本かけますね、はい、かけすぎちゃうと今度針金同士がぶつかっちゃう場合があるんですよね。前なんかあのアルミの板で将来できたらいいななんて言ったんですけど、はいはい、アルミとアルミが、まあ、1本でかければ一番ベストなんですけど、幹を畳んだ時に針金同士がぶつかっちゃう、ね、そうすると針金2本分の隙間が空いちゃうわけですよね、うん、だからやっぱり極力少ない方がいい。針金があるところと針金がないところがこういうふうに入ってくると一番あのくっつくっていうことですよね。そこまで考えてる。そこはちょっと考えましたね。ちょっと考えながら仕事してます、うん、ただ、あ、そうか、心拍とちょっと違うのは、心拍は割れてもそこが、ね、あのシャリになると。で、まあ、ご用でシャリであってもいいんですけど、無理にっていうかね、あのシャリはつけなくてもいいので、そういう意味では極力割れないように注意しないといけないっていうところは、ご用松ならではの。割れそうになったら止めるみたいな。そうですね、この時期ね、でもまだ結構柔らかい、曲がりますから、ぜひチャレンジしてみて。ここはちょっと開いちゃいますけど、ちょっとここ厳しいんで、ちょっと開いちゃいますけど。隙間を通す、ね、隙間ですね。そしてまたくっつくって、うん、ね、昔彼女と1年間別れてまたくっついたことを思い出しましたけど。おいどうでもいいよ1年後気持ちがあったらここで落ち合おうって言ってね。あ、そんなドラマみたいなことあったんですよ。山下公園で、ああ、いました。雨の日でね、ロマンチックだな。ロマンチックここも一回離れちゃいますね。ここ入らないんで戻るんですぐ別れてすぐ戻る。あ、芯にはかけ終わりました。はい、はい、で今度は枝ですね。小枝、小枝もかけやすいですね。小枝、そうですね。ご用を未消してる人だとね、こういう木あるかもしれない、あるかもしれないですね。どうしようかなって。そうですね、結構どうしようかなですよね、この間延び感はね。そうそう、そうなんですよね。畳んで、小枝だけ畳んでこう、形っぽくそれなりに見せるとか。あ、そうそうそう、そんな感じですよね。で、ちょっと値上がりだから圏外にしちゃうとか、はいはいはい、っていうのが一般的な模様松のこういう感じのやつの作り方じゃないですか。はいはい、これはあえて模様木にしちゃうんだ。しちゃうのが本宮流、本宮流ですよね。岡組屋さんは模様松はなかったですね。なかったですね。まあ、やられてるんだと思いますけどね。そうですね、花の環境かなと。そうですね、推測を。結構湿度が高い。あ、そうですね、花だったんで、はい、かなって勝手に予測してます。うん、また心拍好きだって言われてましたからね。あ、じゃあただそれかもしれない。そうかもしれないですけどねすいません、はい、そういう意味では五葉松の畳み込みは貴重映像になるかもしれないですね、はい、かもしれないね。あんまり見ないですもんね。ないですもんね、畳み込みって。だからそれもこの時期だからできるんで、もしかしたら盆栽界に新たな風がねえ、もう畳み込みは流れるんじゃないですか。ねえ、なるかもしれないですね、うん、もう本当に
初心者がプロにと戦える、プロやんないから、そうですね、そうそうそう、だからプロの人は初心者から買うしかないんですよ。そうなんですよね、こういうの扱うから、ね、そうそうそう、だ多分ね、かんちゃんもこれできないんですよね、うん、プロだからこんなお遊びみたいな、うん、やりたくてしょうがない、あ、いた、いた、かんちゃんいた、かんちゃんいた六本木の人です。六本木の人、六本木の人っていう名前になっちゃった。今本当にかんちゃんいるって知らなかった。私の背後取るとはなかなか、背後取るとは全然気配、いつでも殺せる、いつでも殺せたね、気配を感じなかった。ちょっと質変えというか、あの一応訂正というか、訂正、遊びっていうのは、その愛好家がやるっていう意味ですよ。あ、そう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 、はい、そういう意味ですね、そういう意味ですね、これを下に見てるとかじゃないですか、ね、そう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 、一応言うとかないと、そうですね、言うとかないとですね、うん、なかなかね、その作業量と多分売り上げが合わないんですよ、ね、そうなんですよね、だからなかなかこれを作ろうっていうと、じゃあそのね、ニット分値段上げられるかっていうと、もともとが安いもんだから、そうそうそう、高いね、しかも 2,3 年かかりますしね、かかりますよね。かんちゃんやりたくて見に来たんですよ、きっとやりたいんだ。見たらやりたくなるでしょ、ね、これいいよね、これこれね、これいい。六本木の人が言ってるんですか。なんで六本木の人が言ってるんですか。え、どういうことですか、六本木の人。六本木の人はだってあのリッツカールトンの人だから。リッツカールトンの人なんだ、うん。あとテレビの人ですからもう。そうですね。有名人。有名人。月に1回しか動画出てくんないと。出てくんない。今日もキャンセルですよね。そう。今日もキャンセル。で急遽私が。そうです。違うか。また畳み込みになっちゃった。また畳み込んでる。で視聴者からまた昼間からやって、うん。また昼間畳み込んでる。また畳み込んでるよって、もういいよって。なってるんだから。きっとね。やりたくてしょうがないんですけど、私は。それでね、はい、アルミ線はね、ちょっと長めに切ってます、葉っぱの先端、はい、向き逆になるかもしれないし、角度も変わるかもしれないんで、目を上げるためじゃなくて、うん、そうそう、目を起こしするために、目を起こしのため、その時にこの位置がぐるっと変わるかもしれないんで、なるほど、そうすると、また先端だけかけ直して、そうなんですね、下から回して上に上げる、はい、だから二度手間ですけど、一回ちょっと長めに切って、だからこういうのも少し長めにこう切っといて、はいはい、でもう一回最後、切るという位置決まったらですね、はい、こういうところかけとこうかな、こことこう1ミリ、はい、1ミリですね、先端に1ミリをかけるそうです、はい、本当ですね、この枝を押さえといて、この補助ペンチでくるっと根元をしっかり押さえて曲げると、はい、はい、いや、ラジオペンチの使い方ですね、はい、ラジオペンチの方がいいってことですね、がいいってことですね、こういうちっちゃいやつは気をつけないと、はい、針金かけた時にね、ギュッと取れちゃう時あるんで、注意してください。よし、じゃあ、とりあえず完了で、完了、はい、完了で、さあ、じゃあいよいよ畳み込みを開始したいと、やりますか。まずは、これをここにつけるっていうところですね、はい、これをここにつけるっていう作業ですね、と、こうねじりながら押さえ込んで、まあここだけ気をつけてですね、はい、ここちょっとシャリ入ってるんでね、ここね、もうなんかね、ちょっと気をつけないといけないですね。で、ここまでいったら、この辺でギューッと、ギューッと、大丈夫ですね、はい、はい、フライヤーですね。で、これやっぱり戻っちゃうんで、ここ針金で、はい、縛ります。ヒロマさんのフライヤー、バネついてるじゃないですか。ああ、そうですね、僕の家のやつより全然やりやすいんです。ああ、そうですか、確かにね、ついてる方がいいかも、うん、多分値段そんな変わんないんで、そう思います、うん、買う人はバネ付きを、バネ付きをね、戻るんですね、そうですね、こうやって戻ります。まあ、上でも良かったんですけど、下の方が目立ちづらいかなと思って下で固定しました、はい、で挟みながらギュッと挟んで引っ張ってねじると。結構やりにくいですよね。そうですね、でも左手でね、左手じゃない人でもこれぐらいならできると思うんで、もうここで針がね、ここはもうぶつかっちゃってるんで、幹が、はい、ここが限界だ、限界ですね、はい、はい、で今度はこれをもう少しここにつけたいかなっていう感じがします。ここが口開いちゃってるんで、こいつをここにくっつけたいなという感じです、はいはい、そうですね、一回この上のっかっくっつけて、この上乗っかってもいいかなって感じですね、はい、はい、ということでここを寄せていきます、ね、はい、これもプライヤーで、まあ、極力このアルミ線とかですね、はい、こっちのアルミ線とこのアルミ線と、これは多分簡単にいくと思います。ギュー、見ましたかね今、はい、え、見えた、見えてない、あ、曲がったところ、曲がったのを見ました、見ました、これはこの上に乗っかって、こう、これ、ここら辺ですね、はい、ここら辺がこの上にこう乗っかっていきたいかなって
もうその場その場の思いつきです、この辺は。はい、特に無理はしてないと思うんで。幹をよくどうすればかっこよくなるかなっていう、はい、そうですね、気持ちですよね。そうですね。で、枝のことはまだ考えない。考えないですね、とりあえず。で、あるところの枝を使っていらない枝は抜くみたいな感じですね。とりあえずもう幹しか考えてないですね、うん、これもちょっと離れちゃうと嫌なんでくっつけましょう。これが嫌なんですね、この空きが、うん、ここを畳み込みたいんで、どこまでも厳しく、はい、ここら辺を下に下げたいわけですね、はい、これをできればこっちの方にこう置きたいぐらいなんですけどね、うん、はい、ちょっと下げるとこまでやっちゃおうかな、これ。潰れますよね。ね、そっちの方怖いですよね。うん、多分割れてないですから大丈夫ですね。今これぐらいまで。はい、これはこう前の方に来て、やっぱり後ろへ行くような感じで、こう行ってこういうイメージですかね。うん、はい。ということはここを畳みますね。はい。一極集中というか、ね、うん、そうですね、畳むの連続ですね。畳むの連続技いきますね。キュー、畳まれてますね。はい、これでくっついた、ここで、はいはい、あの針金と針金ぶつかったって意味ですね、はい、はい、これ割れてないですね、はい、はい、大丈夫です。ここをくっつけたい、くっつけたい。全部くっつけるんですね。全部ですね。これが末期症状ですか。末期症状畳まないと気が済まない。いよいよ先ほど言ってたここのくるんくるんが同じになると面白くないんで、そうするとどうしようかなっていうのは、これ最後またでも上に持ってきたいんですよね。これをここにくっつけて逆回転した方が面白いかなって気がするんで、はい、ちょっとやってみましょう。これをくっつける。くっついた。はい。から逆回転は結構難しい。この辺の針金の後ろにかかってるところ、ここを背中にして曲げていく、うん、っていうのは、ここの長さと同じ長さで返したくないんですね。ちょっと長くなるんですけど、ちょっとこの辺まで来て、この辺で返してるといいかなって感じがしてます。はい。要はこのピッチを変えるってことですね。はい、ここの長さとここの長さを、だからこの辺を曲げられるといいかなと思うので、そこはもう本当感性ですね、その人の。後ろへ行ってからこう回り込んでいきたいですね。後ろへ行ってそこから回り込んでくる。やれって言ってもあれですよね、そこら辺のね、どうやろうかとかっていう、少し教えにくいってことですか。うん、決まりがないですからね。うん、自分ならこうしたらいいんじゃないかと思って今頭一番やってますけど、そしたら、ああ、見えました。見えた。何がですか。もう枝をどんな形になるか。あ、もう完成形が見えた。完成が見えた。あと、もう一回これに返して、脳内ではなんとなくイメージが。もうできていると。できていると。ちょっと下から畳み込んでいきますね、一回。はい。はい。これもうあまりにも長いんで、内側に折って、それぐらい行っても全然大丈夫ですね、はい、で、一回外側にまた戻して、畳んで短くする。あ、そうですね、はい、短い枝に見せる。そうですね、はい、今ここ割れてないですね、こっちも、はい、これ辺は裏枝が2つあるんで、これも畳み込んで短くだから丸みしてるんで、みんなこういうことはやらないとダメですね。ここを今ちょっと緩みましたけど、はい、これもそうですね。これも適当にこの辺で、はい、畳むんですね。これが今度下行った枝ですね。ここ
はい、はい、こういうのは切っちゃう。こういうのはできるだけ幹に近づけた方がいいですね。こういうちっちゃいやつは余計に寄せる、はい、そうすると全体にこう裏ができてると思うんですね。これもちょっと曲とかつけながら、で最後は正面こっちに向ける。この枝はここら辺を埋める、はい、頭ですね、頭はねこっちなんで、そっち裏枝みたいなの、うん、ここら辺の斜めのところら辺ですかね、はいはい、それ3本僕も買ったじゃないですか。はいはいはい、2日ぐらいで全部畳んじゃってまた用意しないとダメです、ね、そうなんですよ、足りなくなっちゃって、足りなくなっちゃった、畳めなくなっちゃった、なくなっちゃった1日1本畳みたいじゃないですか。そうですね、うん、病気治らないですよね。そうですよ、また買いに行かないと。さすがに畳まれてくると何をしてるのか分かんないですね。あ、そうですよねそうですよね、畳む、とりあえず畳む、全ての枝を幹も畳むと、はい、畳むっていうことですね。この枝いらないかな。ただね、うん、この辺ちょっと肉付けするんで、これも畳んで、畳んでね、はい、畳んでね、後で抜けるんで、これ見たらやらずにいらんないでしょう本当と思うんだけどな。どうでしょうかね、皆さんね、魅力ありますよね。ねえ、金かからず、そう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 、こうやってねできちゃうんだから、すごい気できるね。いや、これだからこれでなんか明日も仕事ができるみたいな感じありますよ。あ、本当ですか。やっぱ畳み込むと仕事もはかどりますよね。なぜかね、畳み込まないとはかどらない、はかどらない、なんかやっぱストレス解消なんですよね。はあ、明日会社行きたくてしょうがない。畳むと、畳むと人生楽しくなります。なるほど、僕も畳み込み始めてから、宝くじ渡るし、ああすごい、ギャルにもと思って、いいと思っててね、うん、お札のお風呂に入ったりしちゃう、ああしちゃってね、すごいですねそれが畳み込みの魅力、魅力ですね、魔力ですね、魔力、もう寝なくても大丈夫、寝なくても大丈夫、そうそうそう2日ぐらい寝なくてもね、体重もこんなしかなんか2キロぐらい減ったような感じが畳み込みとりあえず完成、完成ということで、なかなかあっちもいいですけど、こっちもいいかなっていう気がする。模様着っぽいです。模様着、より模様着っぽくなる、より模様着っぽいです。あんなでもヒョロヒョロのね、だったのかね、模様が模様着になるわけないんですか。なんかない、ちょっと違いますよね、しし今までの、うん、畳み込みと、もしかしたら世の中に新たなジャンルができるかもしれないです ね業者の皆さん、素材をもうちょっと作ってくださいという、そうですね、気持ちですね、はい、うん、これに正面でいきます、はい、お披露目、じゃん、じゃん、どうでしょう。いやね、逆光で全然見えないです全然あー、なるほど、模様着っぽいですね。向こうみたいなちょっとこういうのじゃないんだけど、どうでしょう、さっきのと比べてお好みはどちらでしょうか。これとこれ、まあちょっと癖がありますよね、こっちはね。そうですね、このこれがね、好みが分かれるかもしれない。そう、ここら辺の癖がありますけどね、こっちはもう模様着っぽい模様着に畳み込んだ。大きさも同じぐらいですよね。全体でこの辺で裏枝作ってますね、はい、もう裏枝見えないですよね、見えない、畳み込みすぎて。ただまんべんなく葉っぱは散らばったかなって気がしますよね。こういう感じです、こういう感じです。いいじゃないですかね、こんな感じで。とりあえず割れてないです、今のところ。どこも割れてない、はい、だから意外とこの時期まだまだね、五葉松できるということなんで、間延びした五葉松でも畳み込めばこんな風にできるよって、まあ、どうにでもできちゃうってことですよね、うん、万能の薬みたいな感じですよね畳み込みが畳み込みがとりあえず畳み込みにすれば、もうどんなことでもできちゃうみたいな、すべてうまくいくと、うまくいくと、うん、いうことで、じゃあ人生に迷った人は、ええ、畳み込んで、一度これやるといいかもしれないそうするとなんかモヤモヤしたものがすっきりとなくなって、また宗教になってる畳み込み教が、そうですね、お世話こちらに元の木一本行ってきますか。あ、元の木をね、
こんな感じが。これがこうなるんですよ。こうなるってことですもんね。この差ですよね。この差ですよね。これですよね。これがこうなる。はい、これがこうなるということで。これもう魔法ですね、もう。ですね。まあこれはね、こういう形に出来上がったっていうね、模様銀出来上がった。見てください、どうですか、これ。これがこうなったんですよ。はい。あのもうすごいね、見ちゃってびっくりしちゃった。これでいつ頃ですか、外すの。まあでも1年だとちょっと太るかもしれないですけどね、今年の冬ぐらいとか、まあ秋太らして外すかどうか、うん、あ、それがいいかもしれないですね。秋まで太らして、うん、1回外して、で冬にもう1回かけるとかって。え、2回かけるの。また、あ、いや、多分ね、伸びる枝が出てると思うんですね。あ、で少しね、太ったりなんかしてたら、これすごい端がいいね、これ。そうなんですよ、これ端。三島さんとこ行きますか。三島さんのリアクション見ますか。リアクションもらいましょうか。出来上がりを、あの当然盆栽教室1のリアクターに見てもらいましょう。三島さんのリアクションもらいに。よ。これを畳んだ。これがさっきの。これがさっきのね。いいじゃないですか。これがさっきの。これが。ちょっとカメラ意識しちゃった。これ。いつもよりリアクションが 1.5 倍ぐらい。いや、これが今やったやつ。これはいいですね。ちょっとね、思い通りのリアクションをいただきました。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。これ鉢に入れたのぜひ見たい。そうですね、今度ね。いや、いい、いい、いい。すみません。いや、これいいですね。リアクション芸人、三島さんです。三島さん、はい、1本、今プレゼント。本当ですか、こっちから。奥さん、あ、こっち、奥さん、募集中です。いやいやいや、募集中。じゃあ、ということで、こんな間延びした五葉松もこんな風になるということで、諦めないで、捨てるところも木盆栽はないです。何？捨てる盆栽はないです。こんな木だったっていうね、はい。はい、ということで、こんな風にぜひチャレンジしてみて。作れると。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱ五葉松のために畳み込みってあるのかもしれないと思わせてもらいました。そうですね。よく枯れないんだね。そうですね。いや、枯れないかどうかは分かんないです。大変なところ見つかる。そうです、そうなんですよ。6センチですかね。6.5 ぐらい。6.5 ぐらい。植え替えたと。植え替えました。これは紫翠さんの太鼓堂長宝ですね。植え替えまして、まあ、苔もちょっと張ってみたと。うん、それらしくですね。まあ、葉椒がこれ短いんでね、あのこういう小さいやつにも合うんだと思いますけど。はい、とりあえず畳み込んだと。畳み込んだ時は太らした方がいいなんて、はい、そうですね、言ってましたけどね、浜辺さん言ってましたけど。ちょっとこういうの植えちゃいましたけど、やっぱサムネ映えを。え、そうですね、ぜひそうですね、考えていただいて、はい、ちょっとね、まだね、やろうと思えばもっと畳めるんですけど、はい、少しやっぱりあの大きさちょっと大きくというかね、盆栽っぽく見せるためにちょっと浮いちゃってますけど、なるほど、うん、まあまあいいんじゃないですかね。あのここら辺の足元こう二重三重にして太く見せるっていうところはいけてるような気がしますね。非常にいい、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、あとは枯れないように。枯れるのが心配ですね、本当に。ね、こんなに畳んで植え替えて。そうですね。四国のね、木だったんで砂利がだいぶ入ってたんで、ボロボロと取れちゃったんでね、赤玉と半分半分ぐらい今入ってますけどね。これで元気になってくれれば、はい、はい、いいことです。はい、畳み込み、はい、成功です。成功ですか。はい、こんな感じでした。ありがとうございます。はい、ありがとう。今年は Q さんも、はい、今年結婚しますからね、いいことが、はい、何でしたっけ、あの、おみくじは、おみくじはいい人来たる、いい人来たるみたいな、ね、もうとにかく出会いがいいと、男でも女でも。そうね、あ、それでもあるかもしれないですね。仕事とかのね、はいはいはい、ね、そうですね。なので今年は結婚できると思います。はい、はい、期待してください。期待してください。そうですね。でその時は私動画撮りますので。あ、本当ですか。結婚式の時は、あ、ぜひお願いします。はい、ただ今のところ相手はいないので。いないね。募集中ですか。いや、でも気持ちが問題ですよね。 90% 男性がしか見てない。この、ね、しかも私より年上の人しか見てない。そうですね、このチャンネルというのもあれですけど。はい、どうですか、35から42ぐらいですか。いや、もっと下はいけますよ。もっと下はいけるんですか。ストライクゾーンは広いんですね。小持ち OK って言ってましたよね。小持ち OK。
盆栽じゃない話になってますね。そうですね。今日はあれですよ、はい、ゴンスキー場の方が当時園に来られて来てますね。来てますね。体験で私含めて3名ですね。何でやどうしても入りたいですね。どうしても入りたい。チエさんの車使っても入れてもらえなかったっていうね。チエさんいち早くダメって違うって言ってましたもん ね本当に嫌だったんです。本当に嫌だったんですよ ね違うって昨日もあれですよ、青森の方、たくさん団体さんで見えて、はいはい、ここに、ここにで昼間さんの棚見せてって言われて、はあ、あ、これ買ってこうとか言ってそれがあのちえさんから買った車松で、はあ、来てすぐいやいやまだ一昨日買ったばっかなんですっていうかね、あのここで商売できないですって言って断ったんですけどね、うん、ここで商売したら怒られちゃう。当時のねお店ですからね、我々教室でもあるんだけど、ね、生徒さんが盆栽置いてるんですよね。あ、そうなんですよね。そこも置いてます、はい、ここに、はい、そこにあります。どこかで見たことある木があるかもしれません、はい、一部枯れてる木もあるかもしれません。あ、そうだ、なんだっけ、ツイッターで磯山椒が見たいって言ってた。こうなりました今、はい、こんな感じです。私の死にかけてた1000円で買った磯山椒、もう丸1個増えてますよね。30倍はいってますよね。あ、3万、いくいきますよ。これ見ないですもんね、こんな太いのね。ない3万ぐらいになってると。なってますね。すげえ。で、欲しい人、あれじゃないですか。ん？でも3万円で売ります？売らないです、売らないです。ねえ、ですよね。そういうことか。これ先日、ええ、平松さんと飲み行ったんで。ああ。はい、いかがしいところ。いかがしいところにちょっと行かせていただいて。ですね。その時の様子はこちらです。こちらです。あ、写真しかなかったね。それ焼肉屋の方ではなくて。焼肉屋、あれはもう帰りの駅で最後写真撮りましょうっつって。ああ。雪の日でした。雪の日ですね。あ、そうですよね。本当に兄貴だなって感じですね。うん、いいですね。兄貴って感じ。うん、動画のご視聴ありがとうございました、はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。何つったそんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です、はい、ぜひお願いします。